ちょっとこう、なんて言うんだろう、塩をかけられて。なるほど。ちょっと萎縮してる時に、もう復活するぞっていう。そうそうそう。あもうちょっとそれをやっていただくことは可能なんですか？いや、もう全然できます。そうですか。はい、じゃあ、桜井さん、お願いいたします。3、2、1、9。パラパラパラってお塩かけて、ああ、染みる染みたい。だから直接、なめくじ、くじくじ、なめくじ、くじくじ。いやー、いいですね。いや、なかなか、鋭利でしたね。そうですね。でも、狭間寛平さんがね、封印した意味もよくわかりました。よくわかりました、ね。狭間さんのネタって基本的に張り気味じゃないですか。そう、基本的にまあ、大きな声でね、やる。チーするタロカーみたいなね。小声ですもんね。自信がなかったのかな。です。怒られるわ。次の松行きましょうか。もう、やだ、引きたくない。テンポが出る、ね。テンポですか。じゃあ、トドマツ。トドマツ。はい、トドマツの方に。トドマツですね。4番、ペンネームオフランス帰りのシャムネコさんからの質問です。リンスに何を加えたら醤油ができますかということ。これがね、なかなかね、これは僕は都市伝説かと思ってたんですけど、桜井さんご存知ということで。知ってますね。そうですか、はい、これ何を加えるん。これはですね、リンス1の、リンス1に対して醤油100入れてください。醤油100入れてください。醤油100入れてください。これ醤油が出来上がります。醤油が出来上がります。あれ、なんだろうこの風味っていう醤油が出来上がります。なるほど。それで醤油になるんですね。醤油が出来上がります。なるほど、はい、もうそれはリンスではないですね。リンスではないですね。醤油ですもんね。そうです、ね、これ何にかけたりすると合うんですか。これはやっぱり、なんでしょうね、やっぱ、マグロ、カンパチ、カンパチ。あ、こう、お刺身系なんですね。やっぱ甘エビなんかいいかもしれないですね。あ、甘エビなんか、やっぱり。わさび多めでね。チャンリンシャンの感じがしますもんね。はい。ほんと一滴くらいのシャンプー入れると思っていいかもしれないですね。あ、リスだけではなく、隠し味で。シャンプーもやっぱちょい入れると。それで、チャンリンシャン。そうですね。なるほどね。はいはい、これは非常に勉強になりましたね。桜井さん、回答が明確すぎて、尺がまだ足してない。なんともう一マズ選べるという。マジでメロピーじゃねえかよ。どうすんのこれ。非常にテンポのいい方の時陥る現象ですね、これね。ちょろ。チョロですね。チョロまず行きましょう。1番です。アスアスさんから、しめじたちの中に唯一混じってしまったタケノコの気持ちがわかりません。教えてくださいということで。まあね、過去タケノコだったこともありますもんね、桜井さん。そうですね。うん。こういうことやっぱりよくあるんですか。やっぱりこう紛れ込んでしまう、やっぱり、ね、山にいたりするし、ね、一緒にね、タケノコとしめじた意外と近しい、ね、そうですね、キノコとね、あの木の芽なのに、そうなんですよね、ちょっと違うんですね。あ、そうですね、うん、あ、ちょっと今一個